再整理をしてくださいっていうことをやるのは因数分解の極意です。10番、字数が同じなら一つの文字について整理をするっていうことを考えましょう。よろしいかな。途端にレベル10になったらさ、どこもおるじゃん。6が止まりおるやろ。1、2、3、4、5、6、6おるやろ。因数分解っていうのは何やっていいか触っていいか分かんないっていう風になったら、字数の一番低い文字で再整理をしてくださいっていうことをやるのは因数分解の極意です。公式を使うとかそれってのは後、くくり出しができんへんっていう風に思ったら、でもう一回一番字数の低い文字なんだってことを毎回考え直すことします。この問題 X と Y って2つ文字がありますけど、注目した方がいいよっていうのはどっちやっていうと、ところで文字 X に注目してみると、 X って何字になってますか、わかる？X 2字だね。あれ低い方ないじゃんっていうふうに言うよね。低い方がない場合は仕方がないので、どちらかに決め打ちしてください。 Y にやってもうまくいきますが、あえて今回はお手本 X で整理するよっていうことにしています、で X について整理するよっていうなら、他の文字は数字だと思い込んで扱ってくださいっていうふうにすごく自分に言い聞かせてね。すなわち整理するって何なのかっていうと、 X についてこれを項目の順に並べ直せっていうことをやるんだっていうふうに思ってください。 OK。 なのでここに書いてある問題、ちょっとこんな風に6個のやつをグループ分けしましょう。この X2 乗っていうのがついてるよっていう塊、それから X1 乗がついている塊で、それから X がついてない、 Y はついてるけど X はついてないっていう塊に分けてみようかっていうと、これら3グループに分かれるよっていうことが言えると思います。こんな風にさ、6個の子をさ色分けしてみてくれへん。ここまで色分けができたよっていう風に言うんやったら、こちらにグループ化してみましょう。やってみようか。初手こんな感じです。 X2 乗で X のついてるやつか、プラス